今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日は CE 秋冬服購入品で激安ルックブックやっていきたいと思います。話題のね、激安通販の CE なんやけど、先日1万5000円分ほどお買い物をしてきたのでご紹介していきたいと思います。ちなみにアクセサリーも結構買ったので、それはねまた別の動画でご紹介しようと思います。というわけでやっていくぞ、レッツスタート。はい、全部で8点買ったんやけど、まずこちら、プレッピーストライプタータンレディースセーター、2274円やけどクーポン使って1921円で買いました。 CE 何かとクーポン使えて、いつもね表示価格より安く買えてます。大きめでめっちゃ可愛くない？生地はフリースっぽくて優しいのと、襟ぐりと袖口のデザインもすごい気に入って買いました。では着てみます。せーの、じゃん。ど個人的に20丸。大きめやけどそんなごつくないから軽くて非常に着やすい。襟周りすっきりしとってふわっとダボっとしとるから、ザ着やせ可愛い服。これね、ピンクもあってそっちもめっちゃ可愛かったので、大きめトップス好きな女子おすすめです。でも男子が着ても可愛いそう。可愛いそうじゃなくて可愛いそうです。あ、ちなみに短いボトムスと合わせるとこんな感じでした。カジュアルめでこれもいい感じ。2着目こちら、エプロンドレスソリッドドローストリングウエストフリル裾。この茶色の色味とフリルのデザインがめちゃめちゃ可愛い。よく見るとね、ストライプ柄で白い裏地もついております。そして正直レビューすると、届いた時ちょっとシワシワでした。では着てみます。せーの、ほい。あ、なんかええ感じでは。やっぱ茶色は秋が一番可愛いと思う。156センチで丈感もちょうど太いところ隠れる感じ。薄いけど裏地効果でスキンシー、ちょっとチープ感あるけどアイロンでしっかりして着こなすと素敵に着れると思うので、総合的にいい感じかな。あ、でもこのウエストのリボンの紐がほつれとって、なんかあってなりました。やっぱ激安だとね、いつか出会うと思っとったこういうちょっとしたオフ良品。私ほつれとる服めっちゃ嫌やから、これ直したいね。3着目こちら、ケーブルニットドロップショルダーセーター。シンプルやけどデザインがすごい可愛い。襟がね、小さくスカラップになっとるところとか、このセーターの柄の感じが可愛い。伝われ。生地は結構薄めで、1枚だと透けるからインナー必須な感じ。では着まーす。せーの、じゃん。可愛い。やっぱ白ニットは正義。白ニットイズジャスティス。あ、これ最初に言っとくけど、スカートはこういうデザインのやつです。レインちゃん、スカート後ろ前逆に着とるわけではありません。まあでね、ザ定番ニットやから、いろんなコーデと合わせやすいし、薄いからね、重ね着しても小厚感から、20丸30丸。この手持ちのベージュのあったかジャケットとも相性抜群やった。非常にナイス。組み合わせがお気に入りすぎて、1週間のうち4日間くらいこれ着るかもしれん。それは嘘です。4着目こちら、ドレス DT 花柄プリントフリルトリム、くすみグリーンのワンピース。これね、このグレーレで買った厚底レースアップシューズに合う服が欲しくて買いました。で、生地は薄めて、肩と袖口と裾のフリルがめっちゃキャワキャワです。めっちゃキャワキャワってちょっとギャルい言い方しちゃった。で、裏地はないけど透けなそうな感じです。では着まーす。せーの、ドドン。いいんでは？靴と合うし、シルエットも可愛い。よかった、これレビューがあんまりなくて不安やったんやけど、個人的に当たりやった。生地が薄いからこその服の揺れとかが素敵。ちなみにベルトはついてこんです。ジャケットとか羽織っても似合うから、うん、めっちゃいい買い物した。寒くて足一切出したくなくなる前にたくさん着たい。5着目こちら、ロマンチックラッフルプレーンレディースブラウス。こちらもね、レースとフリルの感じが好きで買いました。私結構フリルに惹かれるなって最近気づいた。で、これ結構ほんまに薄いから、インナー必須度マックス。黒インナーとか着たらね、絶対めっちゃ目立つ。でもレースの柄とフリルのスカラップ可愛よきです。では着てみます。せーの、じゃん。あ、めっちゃええやんええやん。この服で行くから、一緒にお出かけしてくれる人誰かおらんの？カフェ行こう。カフェ透け感はね、こんくらい透ける。結構見えるので、ちゃんとしたインナー着るべし。あ、で、一つ三つ編みしてみたんやけど、どんな？うまくできとる？あ、てか後ろのボタン閉めれんかったのバレた。やっぱシンプルやけどデザインとか生地が可愛い服は大優勝やね。ちなみにカジュアルめのサロペットと合わせてもいい感じやった。これは実に一着持ってると便利なトップス。
6着目こちら、チェック柄フロントリボンブラウス。こちらもね、薄めのシャツです。なんか注文してから届くまでの数週間でめっちゃ寒くなっちゃったから、着れる期間短そうで悲しいんやけど、これもお気に入り。襟がね、私の好きなセーラーカラーで、袖口もフリルットルから、私の好きな要素もりもりのお洋服。ちなみにこれはちょっとシワシワって届いた。では着てみます。せーの、ほい、かわいい。なんか私が選ぶやつ、基本的に思ってたのと違ったってやつが全然なくて、予想通りやからちゃんと似合って嬉しい。似合うって自分で言っちゃうんやけど。いや、ほんとセーラーカラーの服すごい好きやから、どんどん集めたい。でかい襟はかわいいぞ。でこれ1枚だと寒々星人やから、ニット羽織るとあったかい。これ GU で毎年出とるイメージのケーブルコクーンカーディガン。分厚くてあったかいのでおすすめ。7着目こちら、プレッピー刺繍アニマルニットトップス。クマちゃんおる、かわいい。最近本当にベストが好きで、ほぼ一目惚れで買ったんやけど、お母さんに見せたら、あんたそれ学生が着るようなやつじゃがって言われた。いや、学生じゃなくても着るもん。そんなことは置いといて、生地は薄めて柔らかい。でこれは直感やけど、毛玉できやすそう。着てみます。せーの、じゃん。おー、いい、グッド。これ L サイズやけど、まあぴったりめかな。レビューでもたくさんあったんやけど、もともと小さめで作られとるっぽい商品。体にいい感じにフィットするから、苦しくもないし、着心地二重丸。でも確かに学生服と合わせても可愛いと思うので着てみた。田舎の JK 過去25歳。田舎にはおらなさそうやけど、都会にはこういうベスト着たおしゃれ高校生とかおりそう。ということで学生さんにもおすすめ。8着目ラストこちら、セーターブロックストライプドロップショルダー。これすっごい柔らかくて触り心地いい。生地は薄めで粗めに編まれとるから、風吹いたら寒いと思うからインナー着た方が安全。でも薄めニットはウエストインしやすいっていう特技があるから、結構使えて好き。これも着ます。せーの、はい。あ、かわいい。思えばボーダーのニットって何億年ぶりに買ったって感じなんやけど、よきよき星人です。やっぱウエストインしてももうゴッド感がなくていい感じ。この生地のいい感じさ、伝わる？伝われ。キャップともすごい相性が良くて、なんかこういう着方すると若干韓国っぽいね。キャップって割と韓国ファッションでよく見るイメージで、よいしょ。ロングコートと合わせると大人っぽい。即興で思いついたんやけど、いいんでは。ロングコートとワイドパンツでめっちゃ寒さに強そう。マジでね、寒いの苦手すぎるから、こりゃええわ。ということで終わり。はい、というわけで今日は話題の激安通販シーイン購入品で秋冬服ルックブックやりました。いや、めっちゃ可愛い当たりの服多くて嬉しい。海外のお洋服やからサイズ大きすぎたって失敗してる人よく見るんやけど、ちゃんと全部サイズよく確認して買ったから、ぴったりと欲しいサイズ買えてよかった。シーインね、しっかりレビュー見て買えば、安くていいお洋服にもたくさん出会えると思うので、みんなも気になったらぜひお買い物してみてはいかがでしょうか。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。